り？レザーのやつ影すら見当たらないぞ。まだ来てないのか？もしかして前回疲れて帰ったから寝坊したとか？そうだな、もう少し待ってみるか。今のうちにオイラたちで考えとこうぜ。原油野郎が言ってた材料ってどれも抽象的だっただろう。探求する勇気、優しさに満ちた慈愛、守護の執念、歌いを掲げる旋風、うん、何か心当たりはあるか？うわぁ、余計抽象的になったぞ。品性ってどこでどうやって見つけるんだよ。え、つまりモンドにある組織と関係してるってことか？言われてみればそうかもしれないけど、材料とか具体的な誰かじゃなくて漠然とした概念を指してるのか？そういえばちょうどどれもブリュー祭の主催側だな。いや、いくらなんでも偶然すぎないか。あの火曜、まさか金曜野郎がアドリブで作ったものじゃないよな。じゃあ最後の歌いを掲げる旋風は這い上げの儀を暗示してるのかもな。だんだん見えてきたぞ。このまま金曜野郎の作戦に乗ってやろうぜ。レザーと合流したらそれらの場所に行って知り合いに話を聞いてみよう。何か新しいヒントが得られるかもしれない。英雄騎士のお姉ちゃんにパイモンちゃん。ごめん、遅くなった。気にすんな、オイラたちも話してたところだから。こいつの知恵のおかげで材料のことはもう見当がついたぜ。ああ、来る途中でクレイに会った。もうすぐブリュー祭だからクレイお出かけの許可をもらえたんだ。アルベドお兄ちゃんはティマヨスお兄ちゃんの特製酔いざましポーションのレシピ調整を手伝ってるからクレイと遊ぶ暇がなくって、だから一人で遊んでたの。街に出るとモンド城の大人たちはみんなお祭りを祝ってて賑やかで楽しそうだったよ。だからクレイもいろいろ準備したんだ。自分の得意な方法でお祝いのお手伝いをしようと思って。得意な方法ってやばいぞ、嫌な予感がする。そしたらね、レザーと会ったな。いつもと違ってレザーが考え事してたから、何があったのって聞いてみたらね、そしたらレザーはママを探してるんだって。そうじゃない。大丈夫、ママは大切な人だもん。探すのはとっても大事なことだよ。クレイも手伝うから。ああ、レザー、レザー、はあ、やっと見つけた。ベネット、みんなもここにいたんだな。ほら、これやるよ。これってイグサだよな。ああ、その通り。今朝これに足を取られて転んじまってな。顔を地べたにぶつけて泥まで食べる羽目になったんだが、こいつは無傷で、ね、きっとこれがお前の必要としてる醸造材料だと思ったんだ。ベネットお兄ちゃん、どうやったらイグサで転ぶの？そうだぞ、イグサって光ってるだろ。光るか光らないかじゃなくて、イグサは大きくて目立つから絶対に目に入ると思うんだけど。多分慌てて走ってたから俺の不注意のせいだな。
その後同じように何度も転んだけど、話すのはやめとこ。俺レザーがどこに行ったのかあちこち聞いて回ってたんだ。今朝だけでもう何度すれ違ったことか。会えてよかったよ。ようやく一息つける。ああ、ありがとう。材料を探してること、どうして知ってる？ああ、それなら図書館司書を名乗るお姉さんがサイリス会長のところに来て、冒険者協会の人もブリュー祭に参加してほしいって言ったんだ。ついでにお前のことを手伝ってほしいともな。リサさん、まさかちゃんと仕事してる？ああ、あの人がリサさんなのか。すごく頭のいい人だって聞いたけど、あまり外に出ないみたいだから今回初めて会ったよ。材料について俺もずっと考えてて、候補もいろいろあったんだ。本来はお前に直接相談しようと思ってたんだが、結局はイグサがベストだって気づいてな。だって光を放ち冒険者の道しるべになるなんて素晴らしいだろ。ごめん、迷惑かけた。はい、そんな堅苦しいこと言うなよ。お前の気持ちはわかるし、友達を助けるのは当たり前だろ。もし俺の家族親父たちが何か必要になった時、お前もきっと助けてくれるだろ。ああ、クレイにできることはない？クレイも混ぜて一緒にやりたい。クレイは元気だな。一番お祭りの雰囲気の影響を受けてるんじゃないか。ベネット、お前家のこと話したの初めて。それは俺は小さい時から両親の顔を見たことないからな。教会の先輩冒険者たちに育てられてきた。普通の家庭とは違うんだ。俺の家のことが聞きたいのなら、そうだな、親父たちの物語で一番すごい伝説から話そうか。ベネットお兄ちゃん、クレイと一緒にママの子になろう。ママは優しいからきっと面倒を見てくれるよ。うえ、ああ、クレイちゃん、気持ちは嬉しいけど大丈夫だ。それにほら、俺には親父や仲間たちがいる。それから俺はベニー冒険団の団長だしな。心配するな。クレイ、分かった。じゃあこれあげる。それってボンボンだよな？うん、ずっとぐっすり寝てる爆発しない怠けボンボン。ベネットお兄ちゃんに友達になってほしいな。本当にもらっていいのか？うん、ボンボンも新しい友達ができて嬉しいと思う。俺も嬉しい。そうだな、もしかしたらクレイの影響を受けてベネットの運勢が変わるかもしれないぞ。冒険がうまいこと言って普段見つからないようなお宝を発見できるんじゃないか。もちろん運がいいのはクレイだけって可能性もあるけど、でもこうも考えられるよな。ベネットがついててやればクレイは無用なトラブルを起こさなくなる。そうすれば安心して楽しいブリュー祭を過ごせるぞ。おい、任せてくれ。俺たち二人で助け合ってみるぜ。冒険、お宝、ブリュー祭、やったー。早く出発しよう。あ、毛皮なでなで、毛皮なでなで、レザーも元気出して。栄誉騎士のお姉ちゃん、パイマンちゃん、レザーのことお願い。ママ探し頑張ってね。あ、うん、うまく
行くように。みんな、じゃあまたな。あいつら、元気そうでよかったな。あ、本題を忘れるところだった。レザー、さっき旅人と考えたんだけど、多分原油野郎の言う醸造用の材料はどれも大切にすべき品性のことだと思うんだ。もしかしたらモンドの3つの組織それぞれが象徴する精神に紐づいてるのかもしれない。そこに知り合いがいれば必要なものが見つかるはずだ。そうか。どうしたんだよ。他に心配してることでもあるのか。オイラたちに話してみろよ。ああ、俺帰ってからずっと考えてた。俺賢くない。師匠や旅人みたいにできない。それでもやり遂げたい。みんなに助けてもらうだけじゃダメ。俺も何かすべき。人間の良心よくわからない。でも知っておかないと。別の人のパパとママ知る。それから俺のパパとママのことを考える。だから俺は聞く。おお、いいことだと思うぞ。レザーは答えを見つけるために頑張ってるんだな。ベネットが俺と同じだと思わなかった。でも親父たちの話になるとベネットの匂いが変わった。温かい太陽の光に当たった星草みたいに。そうだな。オイラたちもそろそろマンダ城に戻ろう。セピロス教会の知り合いを探しに行こうぜ。レザーと仲がいいのは多分。すまない君たち、今モンドに戻ると言ったか。実は城内から果物を積んだ貨物車がなかなか来ないんだ。途中で何かあったんじゃないかと心配でね。でもブリュー祭の仕事があるし、俺はここからどうしても離れられない。そこでお願いなんだが、モンドへ戻る途中で貨物車がどうなってるか確認してくれないか。まあちょうど通り道だし。ああ、俺も行く。みんな俺を助けてくれる。俺も返さないと。ありがとう、本当に助かるよ。匂い、あそこだ。お、貨物車が見えたぞ。って、どうしてヒルチャールもいるんだ。まさか果物の香りに引き寄せられたのか。行こう、とにかく助けないと。岩山八九、岩王帝君のために。とりゃ、やっと片付いたぜ。ヒルチャールのやつら、食べ物への執念がすごいな。大丈夫だったか。助けてくれてありがとう。君たちが来てくれなかったら隊員も品物もとんでもない被害に遭うところだった。ああ、本当に助かったよ。ここで道草を食えるほど余裕はないからね。僕は先に失礼するよ。ハッピーブリーズブリュー。みんな、ブリュー祭を楽しんでくれ。アンちゃん、君にも感謝するよ。ああ、敵につけられてる。敵呼ばわりされるなんて、
随分と邪険に扱われたものね。ある意味私たちは兄弟なのよ。ロサリア、どうしてこんなところに？いや、ロサリアはどこに現れてもおかしくないか。質問を変えよう。兄弟って一体どういうことだ？君の剣術、ファルカから学んだものでしょ。速くて力強い。あのおっさんのスタイルと同じだわ。ああ。会話が苦手なようだから、ファルカの口数が多いところを見習った方がいいかもね。彼がいつ戻ってくるのかわからないのが残念だけど。大丈夫。俺、待つ。兄弟、ファルカ。あ、わかったぞ。二人とも父親がファルカだから、血のつながらない兄弟になるんだな。血縁なんて、そもそも何の意味もないでしょ。あら、忘れるところだったわ。君には兄がいたわね。冷たい、暗い大人の人。お前も本当の親の顔、思い出せないのか。彼の実の両親に関する手がかりを集めるついでに、家族の意味まで教えてるの？まあいいわ、当たりよ。私は実の両親に関する記憶がほとんどない。物心がつく前から会ったこともないわ。別に珍しいことじゃないでしょ。世の中には肉親に日夜会いたいと思いながらも、それが叶わない人がたくさんいる。どうせ会えないんだから気にする必要もない。それよりも自分がどんな人になりたいのかが大切よ。違う、それは間違ってる。ルピカはお互いを守る大切な存在。人間の家族も大切、気になる。あら、そう。仮に自分の両親がいい人だと分かったら、もしくは悪事しか働かない極悪人だと知ったら、どうするつもり？それは君自身の選択に影響を与えるの？そして君はどのような道を歩むつもり？あ、ロサリアの言葉、少し現実的すぎないか？レザーには難しすぎるぞ。誤解しないでほしいけど、何も困らせに来たわけじゃないの。彼は戸惑っているけど、私と君の知り合いのモンド人は前向きで親切な人が多いから、直接的なことは言えないでしょ。太陽の光は多くを育む。だけど暗闇に隠れた問題は解決できない。ロサリア。さて、お話はこれくらいにしましょう。花をあげる。私と同じ冷たい花よ。バーバラはブリュー祭の歯科イベントで忙しいから、教会の材料選びは私が代わりにってわけ。でも無氷花って本当に使えるのか？酒だるごと凍っちゃうんじゃ。これの冷気は私がすでに処理してあるわ。
銀融詩人も自由にやればいいさって言ってたでしょ。問題ないから持っていきなさい。なんだ、ロサリアって案外気配り上手なんだな。あ、待てよ、銀融詩人ってあの時お前もいたのか。ありがとう。礼はいらない、ただの恩返しだから。私はファルカにいろいろと借りがあってね、半分姉としてちょっと手を貸しただけよ。早く答えが見つかるといいわね。じゃあまた。もう行っちゃった。あいつ風のように現れたり去ったりするよな。そろそろオイラも慣れてきたけど、優しさに満ちた慈愛、ちょっと違うような気もするけど、手に入れたってことでいいよな。残るは騎士団の材料のみだ。レザー、まだロサリアの言葉を考えてるのか。彼女の言葉、無氷花の風みたい、冷たくて痛い、でも冷たいのは傷口にいい。ググプラムと同じ、ちゃんと考えてみる。その方がいいかもしれない。ああ、考えながらお前たちについていく。だからあなたが一番の適任者なのよ。お、いいところに来たな。ちょうどリサとレザーのことで話していたんだ。どこまで話したか。ああそうだ、サカダルだったな。え、欲しいのは守護の執念なのに、騎士団が用意した材料ってもしかしてサカダルなのか。そうだよな。パイモンちゃんの言う材料はもう準備するよう手配してあるわ。ただあの子は真面目で、もうしばらく研究を続けたいみたいなの。だから気長に待ってくれる？それから酒樽についてなんだけど、あなたたちいろんな材料を集めたでしょ。まさかダダウパの谷の大きな鍋でかき混ぜるつもりじゃないわよね。だから悩んだ挙句、質のいい酒樽を暁ワイナリーから譲ってもらうことにしたの。口が達者で頭のいい騎兵隊長を向かわせてね。おいおい、弟子を助けたい気持ちはよくわかるが、全員顔見知りなんだ。社交辞令はそれぐらいにしておいてくれ。だが久々に戻る上にそんなことをしろと言われてもさすがに困るんだが。どこが困るのよ。交渉はあなたの得意分野でしょ。ブリュー祭はモンドで最も重要な祭りの一つ。それにあなたはディルック様の性格をよく知っているわよね。少し含みを持たせて言うだけでうまくいくと思うわよ。例えばモンド人が久々に過ごす祭りだから、いろいろと物が足りない、助けてくれる人はいないかとか。あなたがそういうのを聞いたら、きっと資金や物資の面で助けてくれるに違いないわ。リサさん、ディルックの旦那から騙し取るつもりだ。そうだな、いいアイデアだ。なら早速出発するとしよう。お、こっちもあっさり承諾したぞ。はあ、レザーの知らないところで働きかけてくれたリサさんに感謝しようと思ってたけど、
今はどうしようか迷ってきたぞ。旅人、師匠はいろんなことをしてくれた。苦労した。でも俺、質問に答えられなかった。役に立たない。あら、狼ちゃんったら。何かショックを受けるようなことでもあったの？落ち込んでてもしょうがないわよ。なるほど、そういうことね。じゃあこうしましょう。可愛子ちゃんはガイアと一緒に行ってくれる？私は自分の役割、つまりレザーの心のケアと授業の補講をするわ。数日したらレザーを迎えに来てちょうだい。その時は最後の材料も準備できてると思うから。旅先での話し相手ができるのは俺にとっても好都合だ。何が正しいのかわからない。でも師匠の言葉信じる。それでいいと思う。あら、口がうまいのね、可愛子ちゃん。でもあなたたちのことは私の負担にはならないわ。いってらっしゃい。騎士団の代わりにリリック様に挨拶をお願いね。心の中、腐ったラズベリーみたい。酸っぱい。やるべきことがよくわからない。安心して、魔法のようなお悩みリセット術を教えてあげるから。でもその前に、まずは簡単なレザーにできることから始めてみましょう。会話の練習よ。次に誰かの助けを受け入れるときや、みんなの意見に反対するときに的確な表現で自分の考えを伝えられるようにね。うん、俺努力する。そういえばガイアはお酒が大好きだから、きっとブリュー祭も好きなんだろ。ガイア。ああ、すまない、少し考え事をしてた。何か言ったか？はん、なんでもないぞ。別に大したことじゃないからな。邪魔するぜ、ディレックの旦那。うん。武流祭の時期なのに誰かと思えば、まさか君たちとは。それに君も。おっと、冷たい反応じゃないか。どうやらディルックの旦那にあまり歓迎されていないようだ。なんといってもここは俺の家でもあるからな。祭事の時期に帰省するのはどの国でも一般的な習慣だろう。用があるなら単刀直入に言ってくれ。用ならお前も言及していた武流祭のことだ。待ちに待った武流祭を祝うため、代理団長はわざわざ教会と冒険者協会に連絡を取り、イベントを企画した。だが問題は騎士団の財政状況だ。俺が言わなくても想像はつくだろう。騎士団の面倒事なんて僕には関係ない。おいおい、非常だな。俺ですら今のは耳を疑ったぜ。みんなの努力はどれもモンドのためじゃないか。暁ワイナリーのブリュー祭限定ワインを飲んだのはもう随分と前のことだ。モンドの住民たちもきっとそう思ってる。もしかしてお前、自分があまり酒を飲まないからって他人にも飲む機会を与えないつもりか？おい見ろよ、ガイアのやつ露骨にいろんなことをおねだりしているぞ。そういえば知ってるか、騎士団の連中はディルック先輩が温かい家族のところへ戻ってくるのを心待ちにしてるんだぜ。ディルック先輩の人望があればチャリティーショップの行列も高飛びの浜までできるだろうな。まったく、口先がうまいだけじゃ僕は動かない。そのよく回る舌を動かす体力は祭りの治安維持のために取っておくんだな。経費のことはメモしておいた。
ヘルターと詳しく相談するようエルザーに言っておく。つい最近新しい酒ができたところだ。ちょうど日々苦労している労働者たちの慰労に使える。君の名前でサインするか。そんなに俺のことを困らせたいのか。暁ワイナリーから出荷されるものに現騎兵隊長の名前を書けるわけがないだろう。なんだ、よくわかってるじゃないか。ではこの件はアデリンに任せて匿名で輸送しよう。感謝するぜ。わあ、ディルックの旦那は気前がいいな。オイラ飲めないけど今の話を聞いただけでテンションが上がってきたぞ。君たち二人もブリュー祭のために来たのか。レーザーのやつも大変だな。あっという間に大きくなって父親を探すことになるなんて。ディルック、助けてやれよ。なんでか知らないけど、クレイは母親探しで、ガイアは父親探しになってるな。その方が言いやすいのかもしれないけど、聞く側は絶対に勘違いするぞ。理解したから問題はない。ワイナリーに少し古い酒樽がある。年季は入っているが特殊加工されていて、烈焔花で長時間焼いても問題ない。これならきっと君たちの要望に応えることができるだろう。おう、それでいいぞ。いつ運びに行けばいいんだ。その必要はない。僕がフェアの方に手配しよう。エンジェルズシェアの屋台のところで受け取ってくれ。やっぱりディルックの旦那とのやりとりはスムーズで楽ちんだな。ヒヒ。じゃあレザーの代わりに礼を言うぜ。礼ならいい。友人同士助け合うのは当然のことだ。ディルックの旦那は情に厚いいいやつだな。うん。そろそろ食事の時間だが食べていかないか。そういうことなら俺は邪魔しないでおくぜ。祭事の時期に帰省するのはどの国でも一般的な習慣。ガイア様もそうおっしゃっていましたし、残って一緒にどうでしょう。アデリンにこれ以上迷惑かけたくないんだが。遠慮しすぎですよ。あなたは毎回騎兵隊長としてお帰りになるので、私もいつも騎兵隊長にお茶を入れるだけ。ガイア様のために夕食を用意する機会なんてありませんでした。うん。さっきの威勢はどうした。舌がよく回るはずだったが。あ、ディルック、お前アデリンをがっかりさせたくないだろ。うん、まあいい。じゃあお言葉に甘えて、アデリン一人分追加してもらえるか。おはー、お腹いっぱいだ。アデリンの料理は最高だな。見た目も味もいいから目もお腹も満たされたぜ。それならよかった。何か食べたくなったらいつでも気楽に来てくれていい。そうか。じゃあ俺も旅人にあやかって来させてもらうぜ。げ、ガイアのやつまたふざけてるぞ。さて、これで用事も済んだし腹も満たせた。仕事に戻るとするか。ガイア様、お気をつけていってらっしゃい。オイラたちもそろそろ出発するか。レザーの方はリサさんに任せてるから問題ないとして、ブリュー祭はやっぱりオイラたちの助けが必要だよな。ディルックの旦那、またな。あ、家族か。うん、なんでもない。君も早く休むといい。僕はレザーと親しいわけじゃないが、何かあれば相談に乗ろう。ディルック様とガイア様が
一緒に食事しているのを見るのは久しぶりです。しかしあの場の空気はまあ一階のメイドがあれこれ口出しすることではありませんね。来てくださりありがとうございます。今後も機会があればぜひお越しください。